はいどうも、おはこんばんちは、リュウボンです。陶器伝極み続けてやっていきます。はい、でまず順番的にしまったのは、いろいろやってから始めればよかったけど、あれもう お待ちかねのタイムサービス、セクシーサービス、女だよな。よし、女性の時間帯だってよかったな。さあ行きましょう。誰にしようかな。この間ナギさん行ったので、ハツモも行ったよね。ってことで、このキッカさんね、属性防御か、五大属性すべてだっていいじゃん。で行きましょう。おお、頭のあのいろいろがなくなると結構普通な感じだね。キツネみたいだな。ポーズが不自然だね。嬉しいです。今日はたくさん話を聞かせてくださいね。はい、あのポーズが不自然なんだよな、これ。なんなんだろうね。二人で禊をした。この禊はね、あの陶器伝無印がね、あの発売された時ちょっとした話題になったな。五大属性すべてに対する防御力が大きく大だな。きたきた。オッケー。じゃあちょっと村の用事を終わらせてきます。おっとっと。ちょっと今いろいろ用事やってたんだけど、録画しながらでよかった。なんかこいつイベントありそうなので。さっきは悪かったな。ガキに喧嘩売るなんざ俺らしくもね。詳しく聞きたい。まあ詳しく聞きたいな。ホオズキが壊滅した時の話でな。鬼の群れに攻められたホオズキは周りの里に援軍を頼んだのさ。知らぬ岩はその中の一つだった。だが何日持ちこたえても援軍をやってこなかった。どこもてめえの里を守るので必死で、援軍なんだ出してる余裕もなかったってな。結局どっからも助けは来ねえままホオズキはこの世から消えた。つっても宝月が落ちたのは誰のせいでもねえ、俺自身の弱さのせいだ。それを誰かのせいにするなんざ筋違いもいいとこだぜ。人間ってのはしょうもねえ、タラだのレバだの余計なことを考えちまう。そういうわけだ。悪いが、あのちびっこに詫びといてくれるか。お前がいいよ。因縁つけて悪かったってな。おかしいな、周りの周辺に どっからも援軍が来なかった。まああれか、そのうちの一つってことだから、まあまあ他の村も、じゃあ他の集落も許せないってことだよな多分。ね、大魔炎、この話の後の大魔炎だったからさ、もう俺もう震え上がったね、強すぎて。超怖え、超お金。おい、レキ、リュウボン殿、何かご用だろうか。風学殿が。謝る必要はない。私たちは宝月を救えなかった。今もよく覚えている、宝月の使者が来た日のことを。ボロボロになった体を引きずって仲間を助けてくれと必死にあえぐ姿を。その使者が息を引き取った時、私たちは戦うことを決めた。宝月を救うために部隊を送ると。へえ。しかし結局部隊が立つことはなかった。霊山を発した征伐部隊が、征伐でいいのこれ、知らぬ井の背後に。どういうこと、ね、戦争してんの。あ、そうだったんだ。霊山に従わぬ知らぬ井を制圧するため秘密裏に置く。あの時鬼と人同士で戦ってたんだな。その部隊を迎え撃つには宝月に送るはずの兵力が必要だった。宝月が必死に鬼と戦う中、私たちは人間同士で殺し合っていたんだ。この知らぬ井がなんで言うこと聞かないのかがまだね謎なので、俺的にはこっちが気になるんだけどな。
多分レキはその時子供だから戦いに出てないはず。私にもわからない。わからないんかい。リューボン殿は8年前の大曲時で見捨てられた北の地のことをご存知か。知らぬいはその北の地の民が集う里。なるほど、因縁があるんだ。なるほど。因縁殿も元は北の出身だ。北を見捨てた霊山に対する恨みは深い。その憎悪は戦を呼ぶのだとお頭は言った。霊山もさ、すごいよね。見捨てて、で、生き残りがいて、従わないからっつって、ね、戦争するとか言って。すごいな。霊山に従うぐらいなら、自分たちの力だけを頼って生きる。それが知らぬいの民の決意。それを霊山が疎ましく思うのもまた道理。なんであれ、ほおずきを救う部隊が知らぬいを立つことはなかった。私たちもまたほおずきを見捨てた。霊山が北を見捨てたように。それでも私たちは前進しなければならない。失った命を無駄にしないためにも、一つだけお願いしてもよいだろうか。富岳殿には今の話黙っていてほしい。まあ、そうだな。もうややこしくなるだけだもんな。知らぬいがほおずきを見捨てたことは事実は事実。言い訳をするつもりはない。せめてその憎しみを受け止めることが知らぬいにできる精一杯だと思う。知らぬいめっちゃかわいそうだよね。知らぬいの人たち。ど、何これ。え、何、ふわくんどこ行くの。あ、いたいたいた。はい。リューボン様、いかがでしたか、お二人のご様子は。ほおずきの援軍要請。知らぬ、もう早速喋ってんじゃねえかよ。知らぬいと霊山の争いでございますか。そのようなことは。人とは悲しいものでございますね、リューボン様。滅びに瀕しても争うことをやめられない。かねてより噂になることがございました。霊山と知らぬいが影で衝突していると。ですが、知らぬいとしてもののふ、事態を公にすれば、中津国は混乱に陥る。故にひた隠しにしてきた。そしてその背後で一つの里が滅んだ。ほおずきというかけがえのない里が。これは推測ですが、霊山は大義を求めているのではないでしょうか。公に知らぬいの里を打つ大義を。知らぬいがもののふの敵であると宣伝、ん？やべえ、喧伝で合ってる？喧伝する機会を。そのためにこたびの戦に知らぬいの協力を要請した。協力などできないことを承知で拒否させることを目的に。そして知らぬいはその大義を与えないためにレキ様を送った。虚しい駆け引きでございます、リューモン様。どっちもすげえ極端なあれだな、回答だな。くだらないっていうのはこの話自体、まあくだらないと思うけどさ、私もそう思います。今は内輪をしている場合ではありません、時ではありません。ともあれ、今はお二人を見守、おみや、今はお二人を見守りましょう。いずれ事実が、あ、いずれ真実がお二人をつないでくれます。ちょっとお水飲んでいいですか、すいません。はい、OK です。いずれ真実がお二人をつないでくれます。これさっき言ったね。きっと大丈夫ですよ、リューボン様。私たちが信頼する富岳殿でございふ、富岳様でございますから、全然改善してないね。うん。ところで、こういう時は全く別のことを考えた方が物事がうまく回るそうです。私、ちょうど一つ気になっていることがございます。ホロー様の記憶のことでございます。この機会に皆様でホロー様の記憶回復の手がかりを探すのもいかがですか？面倒。あのキャラだからね。いいね。ご賛同いただけて何よりでございます。そうと決まれば善は急ぎでございます。私、皆様を呼んでまいります。先に広場で待っておりますので、急いでいらしてください、リュウモン様。私、燃えてまいりました。うわー、こいつが燃えると大体面倒くせえことになる。ナギは颯爽とかけていった。
みんないないな。これまさかまた30分ぐらいかかるイベントじゃないだろうな。俺的にはね、いや俺的にはいいんだよ。だけどちょっと実況動画として、ね、フォローの記憶について話し合っていてな。少しでも何か手がかりはないかと思い、外傷によるものだとすれば回復は困難になるかもしれませんが、皆さん苦労をかけます。天子が天吉。おや、これは天吉。こんにちは。天吉だ。天子では呼びにくいので私が命名しました。天子呼びにくいか。一文字増えてるしね、天吉っつって。なるほど、そうでしたか。それは残念でしたね。こいつもわかんのかよ。素材集めに失敗してしまったとか。怒らないであげてください。ご主人様が許すと言っていますよ。すげえ声出るね、この人。分かってんのか本当に。天子と話してるだと。人間離れしてるとは思ってたけど、どうやってるのそれ。なんだっけ、キッカも話せるよね、フォロー殿。来た、あやとり。高額のためその技自分に伝授願いたい。やべ、今回ストーリー面白いんだけど。このまあ、知らない人いないと思うけど、このハヤトリがね、この、ここにいる天子がすごい好きで、人間でいうところの猫好きぐらい好きで、かっこつけているけど。あくまで高額のため。アホだなこいつ。あなたは勉強熱心ですね、ハヤトリ。並大抵の努力では習得できません。それでもやる覚悟はありますか。無論。無論。いいでしょう、私についてきなさい、ハヤトリ。なんかさ、忍術のなんか伝授とかしてるレベルに見えてきたね。ありがたく我が師よ。ではまずは朝の挨拶からです。私の後に続いてどうぞ。これ何、ずっと見なくちゃいけない。キュ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 。バカだこいつ。ダメだこれ、帰るか。ああ、そうしよう。こいつはもう手遅れ。手遅れとか言われてる。キュ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 。なんでカッコつけながら言ってんね。やべえ、かなり面白かったね。しばらく続いたらしいな。いや、面白いイベントだった。バカだなこいつら本当に。あ、やったっけ、やったな。よし、あとは討伐来てるといいな。任務面白かった。うん、来てないな、こっちかな。天知る地知る、見よが知る。来たか、新聞やべ。突撃歌方討伐隊。何の用だ。もちろん隊長さんをお待ちしていたっす。あれを思い出した。まあ同じ開発会社だけど、戦国無双のくのいちを思い出したな。こんな喋り方するよね。お疲れのところ恐縮っすが、北の鬼の動向と昨今の戦況についてもろもろお聞かせ願いたいっす。もう断れてやりたいんだけど、早くねえバトルしたいじゃん。もうしょうがないな。ありがとうす。ではでは早速、まず北の鬼についてっすが。よかった、なんかさっきみたいな。そこのところについて詳しく。これ郊外しても大丈夫だよな。なるほどなるほど。では次に。長時間に及んだ。いやー、いい取材ができたっす。お疲れのところありがとうございました。どういたしまして。隊長さんはいい人っすね。言葉に嘘や見栄がない。
そういうお人は個人的にも大好きっす。ありがとう。ではでは、今後ともよろしくお願いするっす。はい、早く出てって。よし、オッケー。お、あ、失敗してるって。本当だ、本当に失敗してんじゃねえかよ。まったく。あ、ちょっと待って、餌を、あ、待って、まあ、とりあえず餌、ちょっと待って、餌を買ってきます。 OK で、ちょっといろいろ見てたんだけど、あのね、この辺が、この辺の効果が、うん、多分ね、ご機嫌を上げることを、このね、このアイコン、この3つのやは多分ご機嫌を上げることを目的としたやつなのね。で、それ以外に色を変えるのがあって、俺ちょっと緑の色が好きなので、ちょっとこれをね、食わして。おやつを食べた。出た気がする。よし。で、こいつの行き先は次のミッションによって決めましょう。リューボン様、良いところへ。先ほど物見隊から知らせがあり、複数の北の鬼が発見されたそうです。何、とりあえず里に残ってる連中で討伐に行けっつう話だ。別件で王子たちが出たばかりだな。里の周りは手薄、近づけせるわけにはいかん。つうわけだ、俺とナギ、てめえとちびっこで組むぜ。よろしくお願いしたい先輩。めっちゃ怒ってる。あ、そっか、怒ってないか。そうだそうだ、あの、あれだな、気にしてるんだな。敵は北の鬼、恩寿坊とか、なに、2匹同時、うぜー、大丈夫かな。空を飛ぶ鬼も目撃。何それ、足手まといなんじゃねえぞちびっこ。言われるまでもない。仲良くてございますよ。まあ気まずいだけだろうね、実際仲は。あ、間違えた。場所はランか。やだな、2匹同時か、すげえやだわ。あ、次から ここちょっとカットしたらいいんだと思って。まあいいや、まあ、すぐだし。OK。イベントもあるし、ちょっと長い動画になりそうだな。うん、両方とも鎖鎌の方がいいな。見たまも間違ってねえな。OK。あ、ズバズバヌメヌメ、なんだろうね、ヌメヌメって。あれか、何が出るか分かんない。いやいや、でもそれは攻撃機がない。あー、うざい。まあいいや。じゃあ次から、次はズバズバでいってみよう。いざ参りましょう。2匹同時か、素早く倒さないとな。もうちょっと、もうぶっ飛ばそう。どこのこと出てきたな。いきなり勝負だ。お気をつけください。付近で翼を持つ鬼も僕も連れています。あれ、鬼でも、あ、そういうことか。だらけ、片付けて帰るぜ。あ、当たんなかった。さあ、鎖鎌はどうしてもお尻にいっちゃう。ごめんね。うお、当たったか。よし、まずい。おお、危ねえ。
当たったのか、危ないボクソンも。ランって俺ランやった？いないんだけど、キツネがいる？何、何が起きてんの？え？一応ね、いないじゃん、キツネ。お、間違えたか。よし、よし、積もった。いけ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 。そろそろ吹っ飛ばすぞ。うわ、来たか。うおー、痛い。攻撃判定あったんかい。あー、これはやんなくていい。あー、うわー、来たー。まずいぜこれ。うわー、うぜー、何今のスライディング。くそ、よし、いい感じ。まだついでにオンジュボンも一緒にやってくれ。オンジュボン元気。もうすぐ武器ゲージが。よし、おお、ヒュー、いたいたいた。ちょ、待って待って、一旦待て待て、まだ待て。おお、元気だなあいつも。よし、よし、よし。そして下手すると、あの、なんだっけ、あいつも来るらしいね。あの、オラビも来るらしいので、ちょっとマジで急がないと。今チャンスだったが、ちょっとしょうがない。何、これで共闘ゲージも、絆ゲージだっけ、極みゲージたまるし。うわぁ、うわ、ほう、つれー、来たか。おら、狙い、あ、すげえ。あー、もったいな、失敗。そういうこともあるさ。こいつのさ、毒汁の攻撃がプロレスラーに見えてしょうがないんだけど。
いや、痛いな、治ったか。今だ。なに、なに、ちょっと待って、俺おかしいと思うんだが、あ、ガキがいたのか。この毒の玉何個でも出てくるね。腕を落としたりとかさしたら消えるかなと思ったんだけど、それともあれかな、鬼ちぎりをこの玉に完璧に当てると消えたりとか。あれ、まずい、いつの間に使い切ってたか。あれ、どこ、お祈りがない。あ、あれ、ちょっと待って、お祈りは、ないんか、ここ。鬼畜、もうやるしかない。うおー、そっかー、無敵じゃないんだ、鬼ちぎりの。ちょっと待って、ナギさん、すいません、ちょっと助けてもらっていいですか。ナギさん、これ毒は動いて治る？なんだよね。まいったね。どうすればいいんだろう、こんなの。よし、回復した。ナギのこれを待っていた。いいか、行くぞ、お前ら。よっしゃー、危なかった。もっとね、まあでも、うつせみも残り2個まで使ってるし。皆様、お見事でした。大勝利でございますね。このくらい朝飯前ってな。な、おや、少し吹雪いてまいりましたね。早めに帰還いたしましょう。あの城、やはりどこかで、あれは、まさか。どの城、まあこれだよね。この城が何だって、知らぬいの城ってことか。早かったね、16分。よかった、オラビがね、来る前にやっつけれてよかったわ。お、なぜこんなところに。レキサム、後ろです。クソが、オーラビー、落ちる落ちる落ちる。おいおいおい、それはホローと同じ。あ、主人公か、今のは。この手は。あ、俺も落ちたの？おお、急所行った。根の国。ん？根の国底？根の国って。根の国底？先輩！起きてくれ！先輩！あ、やっぱその一緒に落ちたんだな。頭がぼーっとしてはっきりしない。よかった。どこか打ちどころが悪かったかと。そっちはどうだ。私のことはいい。先輩こそ
大事ないだろうか。どうして私などを助けたのだ。私はあなたを覚えていないか。先輩が私を抱えて鬼から守ってくれた。え、すんでのところで鬼にしがみついて地面に叩きつけられずに済んだ。ここは近くにあった洞窟の中だ。先輩を引きずって運び込んだ。どこも怪我はないか。痛むところは。私が未熟なばかりにあなたを死なせてしまうところだった。申し訳ない先輩。いや、これそんなことお安い御用だ。あなたは命がけで私を助けてくれた。それなのに私はとりあえず味をつけてくれ。それにしてもここはどういう場所かご存知ないか。まあこの中じゃ分かんないよな。異界の中のはずなのに空気が澄んでいる。うん、家具とかもあるな。鬼の正気の影響がない。見たことのない鉱石だが。ほう、こいつは周水が喜ぶぞ。持って帰らないと。少し調べてみなくては。大丈夫だ、問題ない。腕を少しやられただけだ。大丈夫だ、問題ない。申し訳ないのだが先輩、私に代わって洞窟を調べてきてくれないか。了解。少し傷の手当てをする。私はここで待っているゆえお願いしたい。わかった。かたじけない。よろしくお願いする。お、北の鬼打つものの符。いいね。ちょっと長くなりそうなので、一旦ここで、今回の動画終わりにします。はい。次回はここの探索と、多分イベントがね、始まるので、っていう感じになると思います。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな。